クリスタルシャワー、素敵情報を配信中。知ってほしい情報が盛りだくさん。チームクリスタルからのギフトは誰かのために、えいえいおー、下町スピリット、見て聞いて参加できるラジオが始まりますよ。未来ミーティング、こちらのコーナーはショーケースグループのメンバーが未来をちょっと良くする知識や情報をお届けするコーナーです。こんにちは、ショーケースキャピタルの鈴木です。そしてこんにちは、カスタマーサクセス部の武田光太と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速始まりましたけども、はい、なかなか梅雨に入らない時期ですが、昨日でもなんかすごかったね。梅雨っていうか豪雨でね。そして今日これ、めちゃめちゃ晴れてます。もう体調大変よね。上がったり下がったり、ね、何の話か、世間話かよってね。まあ今日もですね、うちのショーケースの社員を連れてきまして、はい、うん、まあ、まずは簡単にご紹介してもらえたらなと思ってます。自己紹介、はい、カスタマーサクセス部の武田光太と申します。入社は4月1日で、今年の4月1日から入社しておりまして、まだまだ時は浅いんですけど、はい、まあ、ちょっと中途で入社しておりますので、うん、まあ、新卒ではなく、まあ、前職も、ちょっと複合機の営業をちょっとやってたんですけど、そんな形の職種から転職して今ショーケースの方に入社させていただいたというところでございます。よろしくお願いいたします。いつものピカピカでしょ。4月でしょ、5月でしょ、はい、6月中3ヶ月中あれですよ、もう、いつも連れてくるメンバーからしたら、うん、ちょっと長いぐらいですよ。ショーケース的にはもうベテラン中堅どころぐらいになっちゃってますよ。そうかもしれないですね、はい、なんでここに来る人はね、うん、ほとんど先月ですみたいな、あ、そうそう、だからなかなか中堅どころ、結構ベテランの域に達してきて、重役までももうすぐだみたいな、頑張ります、はい、俺はどうなっちゃうのごめん、私がね3つぐらいしか知らないのよそうだね、ポンポンポートだとね。そうです、そんな今日は武田さんを連れてきたんですけれども、はい、うん、まあ、いつものね、うん、ショーケースといえばおもてなしテクノロジーで人を幸せにするというのがミッションとしてやってますけれども、はい、いつものですね、おもてなしエピソードを武田さんに話してもらおうかなと思ってます、うんうんうん、ぜひお願いします。お願いいたします。はい、私の、おもてなしエピソードといたしましては、前職で初めて一人暮らしをすることになったんですけど、うんうん、その時の不動産屋さんの対応が本当にすごく素晴らしくて、うん、そこで本当におもてなしっていうのはこういうものだなっていうのを感じました。はい、で、前職静岡に実は転勤になって、うん、で、もともと千葉に地元はあったんですけど、1日で実は引っ越し先を決めなくてはいけなくてですね、で、結構本当にタイトなスケジュールで不動産さんに相談して、で、2社ちょっと見させていただいたんですけど、まあ、1社目の方は本当に普通によくしてくださって、うん、普通に悪くないかなという形で、うん、物件とかも見させてもらったんですけど、うん、2社目の不動産さんの方が本当にすごく対応が素晴らしくてですね、うん、もう本当に、この日で決めなきゃいけないっていうのを、事前にお知らせしていたので、この日で決めてもらうためにもう分単位でスケジュールを用意してくださっていて、本当にたくさん物件見てもらって、その中で一番やっぱり気に入ったものを選んでほしいですっていうふうに言ってくださって、で、その中で本当にいっぱいたくさん物件も見させていただいたんですけど、やっぱり2社目の方が多く物件も回れて、で、結果的にその会社さんで物件も決めさせていただいたんですけど、うん、で、結局2年くらい住んでたんですけど、本当に何も文句がないような物件に出会えて、うん、で、本当に長く一人暮らしを楽しむことができて、うん、本当にそこのやっぱり不動産さんの段取りであるとか、うん、そういったところはやっぱり社会人として尊敬しなければいけないところだなというふうに、うん、新卒の時にそういった対応してもらったので、すごく感じたというところが自分のおもてなしエピソードになっています。ねえ、痒いところに手が届くみたいなところまでやってくれると嬉しいよね。そうですよ ね、自分でも気づかないこととか ね、そうですね、はい、なんか分単位までってすごいですよ ね、そうですね、はい、でもなんかそのやっぱりこう2社、うん、その1社だけだったら、うん、もしかしたらそれが当たり前って思ってたかもしれないけれども、うん、こう2社やってみて、うん、結局やっぱりその
おもてなしを受けた、うんうん、してもらった方に決まったっていうのはやっぱりされた方はそっちの方が良かった、うん、まあもちろん物件の差はあったとしても、うん、そっちの方が良かったっていう決め手にはやっぱなったのかな。あ、そうですね、やっぱり人の良さっていうのは最終的な決断のところにも大きく関わるなっていうふうにはその時にすごく感じたので、うんうんうん、やっぱり日々の対応っていうのはすごい大切だなっていうのはその時にとても学びました、うんうん、あとさ、自分のその切羽詰まった状況をちゃんと説明できたんだろうね、うん、あ、多分相当焦って電話してたので、ね、はい、これはちょっとみんな頑張るぞみたいなね、はい、うん、なかなかないよね。すごい条件だったね。すごい条件で、はい、ね、本当に向こうも大変だったと思うんですけど、ね、よかったね、はい、よかったです。でもやっぱりちゃんとそれを伝えて、うん、まあ、受け取る側が、うん、あ、これはね、ちゃんとしてあげなきゃいけないっていうので、うん、動いてくれたっていうのは素晴らしいですよ ね、 ね、でもね、うん、こうやってみんなに伝えていくじゃない、こういうことって、はい、たった一つの親切がさ、うん、ずっと忘れられないことになって、うん、それをまた私たちは聞かせてもらってね、なんかそれってやっぱり、まあ、おもてなしを受けて、うん、まあ、今でもそうやってもう何年も前のことを覚えていて、うん、で今ショーケースに入って今彼のやってる仕事っていうのは、うんうん、まあ、クライアントさんにいろいろ提案するっていう、うんうん、カスタマーサクセスの部門にいるの で、はいでね、はい、やっぱりそれこそ相手のクライアントさんのことを思って、うん、やっぱりやらないと仕事にただのこう、うんうん、売る営業とはやっぱり違うので、そのあたりでなんかこう自分自身役に立ってる部分って何かありますか。あ、気をつけてる部分とか。そう、 あ、そうですね、はい、うん、やっぱりそこでやっぱり段取りってすごい大事だなっていうふうに感じて、うん、まあ、お客様が満足していただけるような段取りをすれば、うん、まあ、自分自身は本当にすごくいいサービスを提供してもらったなっていうふうにその時すごく感じたので、うん、やっぱりいかに段取りよく仕事をしていくことが大事なのかなっていうところはそこですごく学んで、うん、まあ、社会人としてその時からはずっと段取りはよく仕事していきたいなっていうところは考えて仕事をしていってるっていう感じですね、うんうんうん、素晴らしいでしょ先輩たちはみんなすごい段取り、段取りもちろんです、はい、やっぱりね、もちろんです、はい、うん、もう頭上がらないです、まあね、ちょっと素直に笑でも本当にそれはそうだと思いますね、うん、やっぱりこうクライアントを見る側が何かこう焦っていたりとか、うん、あ、少々お待ちくださいみたいなのになると、うん、やっぱり相手に対してこう信用とか信頼とか、うん、本当に大丈夫かなみたいなのってやっぱり生んでしまうというか、うん、そういう気持ちを持たれてしまうとやっぱりこう離脱してしまうというか、うん、やっぱりこの会社大丈夫かなとか、このサービス本当に大丈夫かなって思うきっかけになるよね。なりますよね。あと若者がそういう経験した時に大人たちがね、うん、やっぱそうやってちゃんとしたおもてなしをしてあげると、うん、ちゃんと刻まれるじゃない。そうですね。そうすると自然にね、そういうことを今度はしてあげる側になっていくし、うん、そういうことすればいいんだっていうことがもう体にね染み込んでるからね、はい、そしてショーケースに入ったら、はい、そんな人たちだらけだからさ、そうです、もう本当に周りにそんな人しかいないので、あ、これでいいんだと思ってね、はい、ね、うん、もう転職だなって思ってますね。嬉しいですねでもそうやってね、やっぱりどん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 そういったおもてなしの心とか、うんうんうん、もうそれをもうテクノロジーにしてっていったところを、ね、まあ、やっぱり社員には受け継いでいってほしいというかですね、その気持ちを持って、まあ、どの部門でもやっぱり働いてほしいなというのはすごく思いますね。その気持ちをさ、テクノロジーにしていくっていう考え方がすごいよね、うん、そうですね、やっぱりあのテクノロジーってそれこそネットでもそうですけど、うん、なんとなくこう無機質な感じがすごくするじゃないですか。そうなのよ。なのでそこに一つちょっとおもてなしの、まあ、映像でもあの画像でも言葉でもいいから、うん、ちょっとでもそういったものを載せると全然違うんですよね。ちょっとだけ入れてくれればもうちょっと近づけるのに、うん、なんか、ね、いきなりシャットアウトされるみたいな気分になるのよね、うん、はい、ダメですえ嘘でしょやる気はあるのにみたいなそうなんですよね、ね、そのあたりをやっぱりこうソフトにやっぱり伝えていくであったりっていうのがやっぱりすごくネットのビジネスにはすごく重要なのかなというふうには思ってますね、うんうん、差別化もあるよね。そうですね。あ、ここはなんか優しくていいなっていうさ。そうです、そうです。できる人はどんどんできる厳しい方に行くかもしれないけど、うん、圧倒的にできない人の方が多いんだから。そうです、ね、代表キリンですできない人の代表です代表です ですよね。
なのでそんなことでみんな今ショーケースのグループは動いているので、まあ、それがどん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 もちろんショーケースだけでなく広がっていくといいなっていうのがすごく今、ね、そんなショーケースがなんと、はい、なんと来月からですよ。はい、この未来ミーティングの番組がですね、パワーアップします。パワーアップします。はい、今までのですね、はい、毎月の第1、第3の水曜日の2時からっていうのは変わらないんですけれども、うん、はい、15分から30分にパワーアップしますんで、倍です、倍。はい、なぜか調子に乗っちゃいました。調子っていうのは乗るもんなんで、正解です。はい、乗らないとね。今までの通りですね、うん、まあ、こういった社員の紹介とか、はい、おもてなしエピソードはもちろんなんですけど、うんうん、まあ、ちょっと今ですね、新コーナーを企んでるのよね。企んでるんで、ね、ぜひちょっとお楽しみにしていただけると嬉しいなと思ってますんで、ね、はい、楽しみです。また次回以降もぜひ聞いていただけると嬉しいです、ね。また新人さんも次々来るので、ね、はい、どう、中堅どころ頑張ってね。頑張ります、はい、もう中堅としてしっかり。3ヶ月で中堅どころ、まだ2ヶ月なんだけど。まあでも立派な中堅どころなので、ね、はい、うん、また番組になったらほら時間も長くなるから、はい、中堅どころも呼ばれるかもしれないよ。ぜひ再度みたいなね、はい、その機会あればお邪魔させていただきたいなという。その気まんま、いいね。嬉しい、ね、調子は乗るものだ、ね、乗るもの乗らせていただきました。いいよ、使っていいよ、いくらでも。ありがとうございます。はい、楽しみですね、はい、うん、長くなるとさ、うん、やれることが増えるから、うんうん、あ、こんなこともできるかもしれないってまたその想像力が、うん、そうですね、動き出すじゃない。そうですね、ね、うん、それラジオでこんなことやったらいいってそれこそ若者たちに聞いてみるのも面白いかもしれないよ、うん、いろんなちょっとアイデアをもらってより多くおもてなしを届けたいなと。そう、いろんな模様替えしたりしてもいいしね、うんうんうん、楽しみです。フレキシブルに動きます、はい。頑張ります。応援してあげてね。いや、もう本当にありがとうございます。ありがとうございます。中堅の頃に応援されて嬉しいです。中堅の頃となんか いろいろみんなあるよね。どこみんな目指すんだろう ね知らない間に中堅とかになっちゃった ね、はい、ね、あっという間にね。あっという間に気づいたら、そう、気づいたらね。ぜひ、はい、楽しみでございます。ありがとうございます、はいはい、それでは、それでは、ショーケースキャピタルの未来ミーティング、また次回もお楽しみに。どうぞって言われたのに、はい、ポーズって写真の方が大事ってどういうこと。さあ、6月ですよ。早いね。ワンコ系のことがほら、はい、だんだんもう暑い時期に入るから、はい、お休みに入っちゃうじゃない、うんうんうん、ね、パピークラスだなんかいろいろ集まることはあるでございましょう。うん、ね、今年声を大にして言っておきたいんですけれど、うん、毎年暑いじゃないですか、夏って、うんうん、今年は特に暑いらしい。でも毎年そう言ってない？だけど年々暑くなってます。本当の話になってきた。本当の話になってきてるし、もうだって今まだ6月だよ。さっき私来るときさ、ありえないって、この時点でさ歩かせてる人がいた、うんうん、そうだね、パトロールしようかと思っちゃった。ね、一回靴脱いで歩いてごらんって言いそうになっちゃった。日本動物愛護協会さんだったかな、なんかどっかのそういう社団法人さんが啓蒙のポスターなんかをよく動物病院に貼ってるんですけれど、うん、フライパンの上をね、パグちゃんが歩いてる写真だった。今回暑いぞって、そのくらい暑いぞっても伝わるでしょうが、伝わるね。だから私たちほら、よく分かってる組はさ、うん、夏は朝早く散歩行くじゃん。そうです ねいや、裸足で歩いてみたらって思うんですよ。本当だよ、夕方になったって暑いんだよ、うん、放射、なんだっけ、放射熱、うん、ね、暑いよね。なのでやっぱりお出かけの時間帯とか、あと涼しさ対策っていうの、暑さ対策か、うんうん、首にネッククーラー巻いたり、うん、今って濡らしてこう冷やす T シャツ売ってたりするから、うんうんうん、そういったものを巻いてね、行ったり。でも足の裏はさ、靴履いてる子も中にはいるけど、うん、暑いよ。暑いよね、うん、まあ地面の方が暑いじゃない、大体。だからまあ地面から近いところにいる動物は暑いよね。暑いよね。まずね、想像してほしい、もうそれだけ。フライパンの上のパグ、パグ焼けちゃう。本当だよね。あと車中のお留守番置きっぱなし絶対ダメ。もうダメよ。もうね、ちょっとあえて言うけど、5分10分で死んじゃうことだってあるからね、犬。そうだよね。うん、
もうワンちゃんも猫ちゃんもだけど動物置きっぱなし車の中これからの時期はもう絶対ダメです、ね、やめてね本当、私見つけたら窓割るかもしれないよバンってまた現れました窓バンの人ねえどうしよう壊し屋だって思われちゃうでもそのぐらいやっぱり例年多いんで事故がね本当に気をつけましょう本当に、うん、一回とにかく裸足で歩いてごらんそうです ね、うん、ちょっと吠えちゃったらちょっと昼間からごめんなさいねなんか言っちゃったから反省してるいや割りませんよ大丈夫大事なことですよ、ねはい、人も本当にさっきもね昨日あんなあの大嵐で今日こんな天気で具合大丈夫キリンさんは私は気圧計があまり全然わけが分かってないから私も最近なんか調子がいいから別にまあちょっとこう声のね調子の肯定はあるけれども大丈夫ですどう、まあ、世の中でもみんな具合悪そうよ私なんかね5月ぐらいからちょっと自分のために時間を使うようになって、うん、楽しいことも増えたのと体メンテナンスもしてで時間の余裕がちょっとできたので、うん、お昼寝するの大事ですね結構お昼寝っていうか本気寝してますよねお昼寝ってそんなにあんましちゃいけないんだってね30分ぐらいとかがちょうど15分とかね15分とかねそうそうそう3時間ぐらい大根本気でそれ私の1日分ぐらいの睡眠時間だったりするそれでまあまあいいんだか悪いんだか分かんないけど3時間ぐらい寝てちょっと起きて、うん、あダメだよお風呂入ってないわって入ってまた 3,4 時間寝るから合計結構寝てんのよ、ね、赤ちゃんみたいに寝てますよね本当1日ほとんど起きてない起きてないんじゃないかっていうぐらい寝てる時もあるよねでもそれがなんかちょうどいいみたい体が欲してるんですよねあそうそうね羨ましい分けてほしい、ねねうんうん、睡眠大事ですよ、まあ、なんかこれから本格的に暑くなるからさ、ね、やっぱりちゃんと今のうちにしっかり準備をして整えて夏を迎えないと冷たいものばかりの食べてちゃダメなんだいけませんよ、うん、何その顔はあなたですよちゃんと夏はあったかいもの食べてるだって私左右から始まるからほらキリンさんに教えてもらってあそう、うん、私最近暑くてお茶冷たいの飲んでる人に教えといて内臓が冷えるから ね、うん、女の人は特に、ねうん、夏バテしないようにね元気に乗り越えましょうえめおいしいさくらんぼ食べてるシーズンだからシーズンで錦さくらんぼ、ね、美味しい、ね、また次のブランドが来るらしいですよ全部ヘタ取ってさ全部並べてるの、うん、タッパーに何段にもねネットホールたびに今年ね出来がいいらしいですねいや美味しい、うん、美味しいよかった ねそんな楽しみも味わいつつこれ何のコーナーですか情報局じゃないのあ情報局だったそうでお昼寝報告じゃないですよねあそうだった、うん、私たちの日常じゃなかったそうですよそういうコーナー私たちの日常誰が興味があるんだって本当だっつーの、まあ、7月から新クールっていうお話もね今ありましたけれども、はい、あそうそう、まあ、ちょ金曜日に発表いろいろするけど、はい、いろいろね楽しいことが待ってますのでうそうですねいつだってクリスタル楽しげだよねねえさあせこんな大人がいてもよくねいいと思います、ねうん、大人になるってなんか楽しそうだなって思っていただければいいと思いますそうですねさあでは後半なんか楽しみな感じのゲストの方がいらっしゃってるのでね、うん、はい聞き役に回ろうかなってことでじゃあ曲をちょっとお願いします